時期ではあるんですが、特に女性で言いますとこの時期は更年期にあたるということなんですよね、はい、先ほど VTR でも出てきましたこの更年期のある体の変化が脳梗塞につながっていたんです。斉藤さんが更年期の症状を感じ始めたのは5年前のことでした。なんかやる気が起きないって家事もちょっとできづらい状態があったので常に疲れてる、釣れましたっていう感じはありました。だるさや疲れに加え斉藤さんの体にはある変化が起きていました。パート先で毎年受けていた健康診断、そこで分かったのが高血圧。更年期の症状が現れ始めた5年前、115だった最高血圧が突然144に急上昇したのです。釣れました。その後も毎年140前後の高い値が続いていました。やっぱり危険なんだろうな、気をつけなきゃいけないレベルなんだろうなっていう。